こんにちはりょうです、えー、今日はね、えー、養老保険をおすすめしない理由について話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました、えー。学長は積み立て型の保険は不要とおっしゃいます。養老保険についても同じでしょうか。えー、投資と違い元本は保証されています。えー、万が一の際には、えー、保険も下りて元本保証で貯金ができるという考えはどうでしょうか。学長の考えを聞かせてくださいということでね、えー、話をしていきます、えー。結論から先に言います。 不要です。いりません。みたいなね。僕はやらないですし、当然人にも勧めないし、どうって聞かれたまいらないって言いますね。保険は保険、投資は投資ですね。ずっとこれは話してきてることですよね。保険は保険、投資は投資、一緒にしないっていうことが大切かなと思います。もう少しね、理由を解説しますね。基本的にずっと話してきてる保険の話と一緒ですけどね。養老保険とはってことなんですけど、保証と貯蓄がセットになった保険だということですね。もう少し解説すると、 えー、生命保険のうち一定の保証期間を定めたもので満期時に満期保険が支払われる保険ってことになるんですけどね、えー、まあよくわからないという人はねこの具体例見てもらったらいいと思いますまあ例えばこれソニー生命のやつなんですけどねシミュレーションですよね、えー、30歳で加入して 年間保険料が52万円とするでしょで年間保険料52万円払って20年間払い続けたと。えー、そうすると、死亡保障が1000万円つくんですよね。えー、1000万円と。で、えー、30歳から50歳までの間に、えー、亡くなったら、もしもこの30歳から50歳までの間に、ねえー、亡くなってしまったら、えー、1000万円もらえるんですよね。まあ、例えば、えー、今年払い出して来年亡くなってしまったとしても1000万円もらえると、えー、ここがまあ保障がついてるっていうね、部分で。 ででですすよねね死亡保障です、ね、で50歳の時に、えー、なって生きてても、えー、1,000万円もらえると、えー、生きてても1,000万円途中で死んでも1,000万円っていうね、えー、セールストークとしては払った保険料が無駄になりませんみたいなね、えー、ことを言うわけですよねで万一の時の保証を確保しつつ教育資金とか老後資金を貯めたいっていう人に人気があるんですよね えーだからまあ保険いらないとかね、積み立て型の保険いらないとか言ってねいう話をしたら、ここのいやいや、投資とかに回したら途中で損するかもしれないじゃないかってことに加えて、途中でね、保険だったら途中でなくなったら保証ついてるじゃないかっていうねえ話をしてくる人がいるんですよね。 で、まあ、それはわかるんですけど、じゃあ、なぜおすすめしないのかってことをね、えー、話しますと。養老保険をおすすめしない理由ですね。養老保険に限らず、全般ですね。貯蓄型とか積み立て型の保険全般ですね、えー。保険は保険、投資は投資で考えた方がいいからですね。えー、具体例をもう少し話しますね。えー、例えば、今30歳としてね。で、手取りが30万円としましょうと。で、奥さんと子供がいると。 で、手取りが30万円で生活費は25万円毎月かかるとしましょうと。そうすると、手取りが30万円に対して生活費が25万円なんで、毎月5万円残りますよね。で、この5万円をどうしようかっていう話ですよね。 この5万円をどううしようかとじゃあ、えー、何かあった時に不安だからとか貯金しておきたいし保証もついてるからじゃあ養老保険がいいんじゃないっていう話で養老保険に加入したとするじゃないですかで養老保険に加入した場合い、えーまあ、わばハ払いゾンしたくないとかねリスクがいや投資なんて怖いとかリスク損することがあるんでしょうとかね、えー、保険だったら安心じゃないかっていうね払い損絶対しない損しないっていうのを、ねえー、が大好きな人ですよね で、えー、月々の保険料は4万3000円としますと。えー、残りの、えー、7000円は貯金に回しますってことですね。この5万円、毎月残ったうち、保険に4万3000円。えー、で、残りの7000円を貯金にしましょうと。こうした場合、20年間の間ね、死亡保障が1000万円なんですね。えー、もしも20年の間に亡くなってしまった場合は1000万円と。えー、で、20年後にね、えー、無事に生きてたら、満期保険で1000万円もらえると。 えー、プラス、えー、貯金でね、168万円、えー、自分で貯金した分ですよね、この7000円ずつ貯金した分で、168万円貯まると、えー、いうことですよね。で、保険は保険、投資は投資の人の場合、どうかっていうと、えー、かけ捨ての生命保険に加入すると、えー、かけ捨ての生命保険ですね。で、同じように5万円毎月残る分から、月々の保険料、かけ捨てですよね、えー、が5000円と、えー。で、残りの4万5000円は投資に回しましょうと。 そうすると、20年間の間、死亡保障は4000万円つくんですよね。ここですよね。月々5000円かけてるだけで、えー、死亡保障はまず4000万円つくんですよね。さっきだったら死亡保障1000万でしたよね。で、こっちだったら、えー、4000万円つくと。プラス、20年後ね、資産は1850万円に、えー、計算上はなってると。えー、毎月4万5000円を年利5%で運用した場合っていうことですね。 えー、楽天積み立てシミュレーションで計算したんですけど、えー、この残った4万5000円を20年間、ね、5%で運用し続けると、えー、1850万円になると、えー、トータルで死亡保障もこっちの方が多いし、えー、資産も、ね、こっちの方が増えたってことになりますよね,ここですよね結局保険は保険投資は投資の方が保証額も将来の資産も多いと、えー、で保険っていうのは何遍も言うようにそもそも発生確率が低い でもそれがもし起きてしまったら人生が狂うっていうものにかけ捨てでで備えるものなんですよねじゃあそれってどういうイベントかって言ったら、えー、若いうちにね奥さんとか子供を残して、えー、旦那さんが亡くなってしまう場合とかですねそういうために掛け捨ての生命保険を残った奥さんとか子供が困っちゃいますよね。 教育資金とかいろんなものがかかるしね。えー、で、困ってしまうと、だから、家計捨ての生命保険で備えましょうと、えー。若いうちに死ぬ確率は確かに少ないんだけど、もしもそうなったら、すごく生活が困窮してしまうから、だからそれに備えようっていうのが保険ですよね。で、えー、例えば被災したりね、まあ火事とかですよね。そういうものには火災保険で、えー、備えましょうと。家が燃えてしまうとか、そういうことってやっぱり誰でもある可能性としてはありますね。なったら困るしね。で、 えー、大事故とかね、えー、自動車保険、人をはねて、例えば、障害性を背負わせてしまったとか、殺してしまったとかね、そうなったら、やっぱりものすごい、えー、お金を払わないといけないわけですよね。でも、えー、誰しもが可能性、自転車で人をはねてしまったとかね、まあ、それは誰しもが可能性としてはあることですよね。で、そういうものに対しては、かけ捨てで備えないと、 えやっぱり何かあった時に人生が狂ってしまうんで掛け捨てで備えましょうと保険っていうのはそういうものですよねえ貯金のための保険とか投資のための保険っていうのは保険の本来の目的からそれてますよねでえ公的保険でカバーできない部分に最低限かけるってことですよねえじゃあ公的保険って何なのっていうと遺族年金であったり障害年金であったりね傷病手当金とか失業保険とかいろいろありますよねこれはえ会社員の人とかだったらほあの全員ね基本的には入ってるはずなんで えー、こういう公的保険でカバーできない部分に最低限かけるっていうのが保険ですよね。で余剰資金は投資に回しましょうと、えー、いうことですね。結局、えーまあ、保険っていうのはこういうもんだよってことですね。で、知っておいてほしいことですね。えー、ここまでで,で今の話で、まあ、本題は終了だと、えー。最後に知っておいてほしいことをいくつか話したいんですけど、えー、SP500 にね、投資していればあのこの20年で5.6%からのリターンがあったんですよね。 あの例えば SPY とかね、まあ、VTI o とか、まあ、v、TI、とかも進めてますよね。まあ、VTI は厳密に言って SP500 じゃないんですけど、まあ、似たようなもんですね。で、えーこ,のえー、この辺に投資してたら20年間で5.6%ね毎年5.6%からのリターンがあったと。とはいえ、この年利5.6%はあくまでも慣らした数字でね、えー、途中には当然株っていうのは暴落もあったんですよね。上がったり下がったり暴落っていうの何度も経験しながら、えー、最終的に今のところ上がっていったと。えー、さらに言えば 今後はね、この年利5.6%で運用し続けられるって保証はないですね。あの、保険のね、肯定派の人が言うみたいに、あのこの5.6%、投資に回したら5.6%で保証されてるわけじゃないじゃないか。確かにそれはその通りですね。今後はこの年利5.6%で運用し続けられる保証はないと、えー。保険は保険、投資は投資なんだけど、 この投資のリスクっていうのはもちろん甘く見てはいけないと。えー、なんで、つまり、一切投資リスクを負いたくないっていう人は、えー、養老保険っていうのも選択肢にはなり得ると。天、えー、引きで確実に貯金したいとかね。ただまあ、養老保険にも他の動画でも説明したんですけど、あのインフレリスクとかね、金利リスクとか、まあいろいろあるんですけどね。あの倒産、保険会社の倒産とかね。まあ、確率は低いですけど、いろいろそういうリスクもあるんですけどね。このインフレとか金利リスクは全然あり得ますけどね。 いろいろね、えー、脅かしてみたんですけど、あの変なものに投資しなければ、年利5%っていうのはね、過去のデータから見ても不可能な数字ではないということで、勉強して、堅実な投資をしていきましょうってうことですね。保険会社も結局、皆さんから預かったお金投資してますからね、だから、いつも言うように、余分な仲介代理店というかね、余分な人間を挟むと、会社とかを挟めば挟むだけコストっていうのは高くなるんで、わざわざ高いところを通じて買わなくてもいいでしょうってうことですね。どうせ最終的 的には投資してるわけなんでね、保険を買おうがね。 でえー、保険会社の従業員は高待遇だと、えーえー、いうことですね、さっきはね、この1つ目は SP500 に投資していれば、20年で5.6%からのリターンがあったよと、で知,ってし欲しい知っておいてほしいことの2つ目としては、保険会社の従業員は高待遇なんだと、えー、この東京海上ホールディングスの、ね、平均年収は1390万円と、日本生命は30歳で年収1000万円になると言われていると、で外資系のプルデンシャル生命の、ね、営業マンの中には年収が多くの人もいるわけですよね。 で営業マンのヘッドハンディングでね、あのスカウトマンがね、スカウト対象者、今からスカウトしたい人の,あの年収が800万っていうのを見てね、それ月収ですかって聞いたっていうね、800万、えそれ月収でしょみたいだね、って聞いたっていう逸話もあるぐらいね、まあ、嘘か本当かって話なんですけど、言いたいことは、彼らの給料は高くて、えー、彼らの給料は一体どこから出てるんでしょうねってことを聞きたいわけですよね、みんなに問いたいと。彼らの給料は一体どこから出てるのかなって、こんなに高いね、えー、平均年収ね。 どこから出てるんでしょうねみたいなそこを考えれるようになりましょうってことですねこれは保険だけじゃなくてもちろんどの保険でも全般だし保険以外でもそうですよねこれは投資でも何でもそうですね、えー、どこから出てるんでしょうみたいなもちろんねただじゃないのは分かりますけど何か分かったり何かサービスを受けるっていうのには当然ねお金はかかるんですけどでもここの高い給料っていうのは一体どこから出てるんでしょうねってことですよねでもう一つね 金融庁は保険会社ととか銀行の監督を強化し始めてると最近ね結構ニュースにも出るようになってきましたけど外貨建て保険ってねあの特にトラブル相次いでるんですよねここでニュースでも朝日新聞のニュースとかでもやってますけどねなんか説明が不十分だったというか苦情が殺到してると、えー、まあそういう風になってきてると、えー、最近特にそういうの出てるみたいですねそれから代理店の販売手数料を見直したことでまあ粗悪な商品が売られるみたいなねことを金融庁が問題視っていうことなんですけど、あのー、生命保険のね会社があの代理店をまあ通じて売ってるわけなんですけどね そこの手数料を上げたんですよね,ねそこの手数料を上げたから結局その 一番営業マンが売りたいというか、ねまあ、当然といえば当然なんですけどあの売りたいものあんまり世は良くない商品ばっかり売られてしまってすごくね消費者からクレームが上がってるってことですねだからそこを問題視されだしてるよっていうそういうことですねこういった事実があるとでこういった事実を踏まえて保険は保険投資は投資で考えてやるのかそれとも保険と貯蓄をもうセットでやるのかこれはもう最終的には自分の判断なんで自分の頭で考えていきましょうってことですねいつも言うように複雑な商品であったり とかは高くつくつ自分が分からない商品というものには投資をしないでちゃんと理解してやっているのかどうかってことですね。それを考えた上で、いや、私はやりたいっていうんだったら、これはもうその人の選択なんでね、えー、誰々が言ったからって,って決めるものじゃないですから、あのそれはいいんですけど、えー、よく分からずに投資してるとかね、えー、これは増えるとか、ねあの、保険と全部セットだからもう全部大丈夫、安心とかね、えー、保険なんだからみたいなね、盲信し,してしまうっていうのは良くないんじゃないかっていうことですね。えー、その辺も踏まえて最終的 自分で考えていく、えー、能力っていうのをね身につけていってもらえたらいいかなと思います。ということで参考になったら嬉しいです。えー、今日もありがとうございました。